パパ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 ブン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 よくわかんないよくわかんない何な何ですかこれ正月早々、ね、明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます2018年もね今年もよろしくお願いします、はい、ワンピースをぜひよろしくお願いします今年もよろしくお願いします頑張りましょう、はい、頑張りましょうということでやってまいりましたこれ結構多分ねあのスタートから結構つまずいてる方がいらっしゃるなんだこいつらってやねんみたいなどういうことないとこれは何このこれねいいとねこれね何これって今年、はい、小田さん書いてくれたんですけどはい、えって知ってたけどえってなんだえって知ってたけどねこれね、小田さん書いてくれたんですよで、僕らなんですってはい、嬉しいどういうこと嬉しい、嬉しいんだけど全然は、よくわかんないやろうね、はい、まあ去年1年ツイッターとか LINE とかちょっとこう、読者と距離の近いところでやらせてもらってそこ、ね、し岡田さんの代わりに頑張ってきたそうそうそう頑張ってきたんですけど、うん、まあいまいちお前ら何者だっていう声を結構いただいててまあそりゃそうだよだってまあおっさん2人だもんそうなんですよ、うん、僕もねすぎちゃんも1回のね主演者のサラリーマンですサラリーマンですサラリーマンだけで、はい、でもどんなやつだか全然わからんうんそうだねだから入りづらいし、うん、俺たちがこう商品を持つ写真に写っててもお前ら誰やねんってなってまうというねいや俺たちだって本当にね菅田将暉君みたいイケメンだったら苦労しないんだよなんで菅田将暉出てきていやいやだってかっこいい写真いいんだけどそうなのでちょっと小田さんが、うんお前らどんなやつかちょっとどっちかに1回見てもらえますあれだから俺たちのジャンプ編集部キャラが大事キャラが大事とか新人に言ってるくせにお前らのキャラがツイッターとか LINE で伝わっとらんのじゃとそうらんのじゃということでじゃあ俺がお前らのキャラにしたるとそうしたるということそういうことですかでちょっとあの、はい、このイラストも描いていただいたんですけど、うんうん、これすごいですよちょっとねいやだって本当にそっくりなんだけどえ小田さんさ結構世界一多忙だよねうん手は多忙だよどうしたあの人世界一多忙だ週刊連載やってるのにどうしたの年末のいきなり LINE でピコーンと送られてきてさ、うん、これ書いたからいや嬉しいけどだからそれだけ俺たち、ま、見てくださってるのもそうだし、うん、このやっぱあのツイッターのこの緩い感じに危惧を、うん、危惧感を抱いているちょっと緩すぎるんだよねちょっと緩すぎるんじゃないかお前らのおじさんデレンジェがっていう多分そういうことですねだとでこのイラストだけじゃなくて、はい、なんとあの小田さんが俺たちどんなやつか、キャラ表みたいなの書いてくれたんですよそれがこちらドドン出てます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 これですこれ書いてくれたんですまあどっちのが出てるの両方出てます今両方出てる状態なんですけどこれをね書いてくれて僕らいいよねいい感じの悪意がいいよね本当ねまあ才能のある作家って悪意があるっていうジャンプ編集部でまあ確かにちょっとこれ見ていこうと思います、はい、じゃあまずおすぎの方から、はいまあ、杉田さんのことですよ、はい、ワンピースメディア担当、はい、もう杉田という名前忘れてください僕はもうおすぎです、もうね、もうね、どっちの名前も見たことある名前なんだろうグーグルと違う人が出てきちゃうっていう問題をはらんでいるんだこのメディアでもおすぎなんですおすぎです、まあ、杉田です、うん、でワンピースのメディア担当をしていてでアニメ、ゲーム、おもちゃ、イベント等の漫画以外のメディア関係するって取り仕切る男なんですって、はい、ポーズはこうポーズはこれポーズはこうあのね、こんなことしたことあるんねこれね、全体的に見るとね、小田さんよくキャラ掴んでるなと思うわけですよまあね、なんかこんな感じだよね、俺ねそう、こんな感じすごい俺のほくろの位置とかまではちゃんと正しいあの、ね、目の下にほくろがあるこれ目じゃないから目じゃないから目を隠しても目があることでそうでこのチャリをチャリチャリこれ、たったしピンってきますんで本当にいつも言ってるLINE 送るときはシュピーンって言うし、ね、ピコンとかシュピーンとかよく言うなめっちゃ擬音使うの、確かに確かに、ね、そうそう確かに、ね、長島監督かお前はって感じですよねで、おさまでございますバッとやってガンだよみたいなそういう感じそう、バッとやってガンガンみたいなで、なんかマフラーとかブレンドしたらなんか乙女ってそうだねこれ結構俺ディスられるんだけどあれでしょ、あのおさんに一回言われたじゃん夢見がちってそれはやめろそれここにもかそう書いてあるし大井が夢見がちって書いてある夢見がちなんですよ、この人まあマフラーはね、あれですよおばさんに誕生日プレゼント、うん、まああげていて、うん、今年何あげようって言ったらおばさんがその喉壊したとおっしゃったんですよ、はいはいはい、で倒れた時やったんですよ扁桃腺やった時その冬で、うん、やっぱ扁桃腺取るとやっぱ冬結構なんかやばいんじゃないかとあ、まあ、そんなことなかったんですけど風邪ひきやすくなったりするんじゃないかと、ね、なのにですよなのに今年は冬ちょっと家族と軽井沢行こう寒いとこに旅行に行かれると、うん、でもそれはこの扁桃腺大事にしてもらえないといけないから、うん小田さんいつもあれじゃんセッタ履いてさそうなんだよねあのすげえかっこいいライダースとかあの革ジャンとか着てんだけど、ね、結構もうシャツに革ジャンバーッ着て素足なんだよそうでもう素足だから、うん、やべえじゃんそんなやべえねあのマネージメントもしなきゃいけない俺たちとしてはそんな格好で扁桃腺弱めた状態で寒いとこ行かれたら、うん、いやこれ風邪ひくよと思ってでそれちょっとマフラーしてください本当ですよあのマネージャー的な視点で
女子的じゃないですか。決して女子的な意味で手編み、手編みのマフラーとかあげてない。乙女のつもりではない。乙女ではない。なんかちゃんと小田さんに合いそうなかっこいいマフラー頑張って。今年中に関西弁の彼女作りますって言ってはりましたけど。これ3年前の話。できたんですか。できてないよ。できてないんだ。できてないよ。関西弁で終わったって言ってるよ。終わった、終わった。終わった。チンチン。チンチンじゃない。チンチン。口癖チンチンじゃない。すぐチンチンって言うんですよ。めっちゃ言ってはるから。お前な、これお前。なんかに残、もうネット上はずっと残るんだぞ。もうね、俺たち悪いことできないっていうか、あの他人に自分のフェイスブック書かれた気分ですよ。もう全世界公開みたいな。そうだね、終わったはよく言う、確かに、うん、終わったはよく言う。そこそこいろんな人見てるのに。確かに、確かに。磯辺スタンプに終わったがあるのは俺の口癖が終わったったからじゃないかって、未だに自分で勝手に伊坂さんに言い続けて終わったって言ってるのぐらいですけど。当分結婚できないですか。そうできないね。いや、わかんないけど、まあ、夢見がち、うん、夢見がち、夢見がちね。恋愛相談聞いてくれるっていうか、彼女が夢できないし、うん、次はどんな女の子が、小田さんが恋愛相談聞いてくれるんだ。そう、そう聞いてくれたんですよ、うん、いや、こんな人、うん、ああ、わかった、すみたい、お前を5文字で言うと夢見がち。なんかおもてなしみたいに言わないでしょ。おもてなしみたいな。もうね、的確ですね、はい、夢見がちなんでしょ、はい、まあ、そんな、もう全然これ気持ち悪いやつじゃん。小田さんにマフラーあげるし、内藤可愛いっすね。でも完全にちょっとね、完全にそっちだし、なのに俺悲しい関西弁の声を作りますって言って夢見がちですげえ痛い。もうすべてが夢だよね。で頭は悪いしね、チャリをチャリチャリ確かに言うけどさ、まあおしゃれなんでしょ。おしゃれ、いや、そんなおしゃれじゃない、まあ、こんなお腹あるのにあんな足細い、足細い、確かにね、卵男爵か、そう、確かに11キロ太ったんですけどお腹にばっかりつくんですよね。おばさんにも結構なんか髪型がすごいこう、あ、なんかね、あ、刈り上げてね、これあれなんですよ、もう仕事でめんどくさくなっちゃってこうやってここ刈り上げて上に上げると3秒で済むの。3秒だ、ね、あの寝癖とかめんどくさい。そんなミヤゾンみたいなこと言わないで。はい、続いてね、続いて、はい、なんだこっち、こっちが内勤です。どどん、ビース原作さんと原作の打ち合わせ、原稿とスケジュール管理、本にまつわるものを取り仕切る男ですという感じなんですけども、可愛いよね、はい、これに関しては僕は何も言わないけど、お、じゃあ俺が今ペルソナ4回クリアしました。あのね、あ、4回じゃオタクとは言えんのだよ。そうなの。そうじゃない、ペルソナって1回でも50時間ぐらいだ。ちなむと俺ゲームってそんなにやらなくて、ペルソナだけやってるだけだよ。あ、そうなんだ。しかも5ぐらいしかやってない。5もやった、4もね、4名作だから、4もやったけど、それぐらいでゲームオタクって書いてたらゲームオタクに失礼だなと思って。恐縮ポーズ。いやでもね、その感じがガチ、逆に。ガチ、ね、俺だって俺自分がペルソナ4回やったことあったら俺多分すげえちますね。俺めっちゃペルソナ詳しいよね。これペルソナオタクだよ、俺めっちゃ思う。確かに、その感性ない時点でお前やっぱ若干オタク。まあね、若干オタクもね。何、次はガラスの仮面やべっすよ。あ、少女漫画好きだよね。少女漫画好きですね。あ、少女漫画好きの家庭育ったんで。若い作業。でもね、俺ガラスの仮面やべえっすよって言い続けてたら、あの、ついに小田さん読んでくれたっていう。そうだね。小田さん結構担当とかアシスタントさんが面白いって言ったやつを、うん、結構読んでくれる。読んでくれる。今便所で読んでますよ。竹比べのとこですよ今。それ序盤だよ、序盤。序盤のね、超序盤。序盤も序盤。鼻をこうやって噛むとこ。わかんない。わかる人いるかもしれない。そうね。あ、確かに、だってないと俺がガラスの仮面読んでる時もさ、うん、なんかすげえ伝わら、細かすぎて伝わらないガラスの仮面モノマネやりましょうよ、うん、なんかよくわかんないですもん、ね、そうそう、ちょっと全然合コンでは受けないっていう噂がやった、細かすぎて伝わらないガラスの仮面モノマネがあります。あれ受けない、受けないね。少女漫画ですね。あとは細かい作業を黙々とやるのが好き。まあまあ、まあ、それ確かにね、まあ、ないとしなんかね、仕事ができる。違うんですよ、去年ね、トランプとかね、花札とかね、いろんなこう、こまごまして、あの全キャラポスターとか、そういうのばっかりだったのよ。ワンピース原作担当あるある、ジャンプの付録作らされまくるっていう。そう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 、なのでのその細かいことずっとやってるみたいな印象がついてると思うんですよ ね。いやでも世のね、ワンピファンのちびっ子たちも喜んでくれたよ、ナイトの声。ありがとう、ナイトお兄ちゃん、ナイキンありがとう。なんでその片栗お兄ちゃんみたいな。ありがとう、ナイキン、もうナイキンですからね。ナイキンですか、ね、ナイキンって言ったらヒカキンじゃねえか。ナイトを忘れてください、ナイキンなの。俺今日メガネかけてるべきだったこれ。まあ、ミスったな。で、あとなんだ、怒られるのは嫌いなので割とミスが少ない。おー、まあまあそれはそうだよ、ね、ミスが少ないよね。これ普通の人はそうだよ。そうだね、怒られるの嫌いだ、怒られる嫌いだし、嫌いで嫌だよ。ミス少ないと、あとにミスチルのチケット忘れました。だからさ、小田さんやっぱさ、一回桜井さんがさ、ミスチル桜井さんがやっぱりこう曲書いてくれたファンファーレをさ、うんうん、映画に書いてるから、そのワールドの映画に書いてるからさ、うん、俺ずっと好きだからさ、うん、小田さんと一緒にいたら会えるんじゃないか、ミスチルと。ほう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 、会えないんだよ俺。なんか小田さんはね、そうサッカーとか来るじゃん、来てるね、一緒にサッカーとかしてるのにさ、うん、てる、俺その日に限って休んだりしてる。そうだね、だって杉さん一緒にサッカーしたでしょ。下ね、下4回抜かれた。桜井さんに4回抜かれた。ドリブルで4回抜かれた。結構ガチだからな、桜井さんのサッカーな。
1回だけ止めれた、4回抜かれたいいな、俺も桜井さん抜かれたいよ。いちなみに誤解なく言っとくと、本当にあのね、小田さんあのちょっと体壊されてたね、ちゃんとあの運動しよう、健康づくり、健康づくりで本当にジムちゃんと通ったりとか、ね、まあその時ただジム行ってるだけだとね、うん、あのあれなので、フットサルをみんなで、そうね、仲良しチームで声優さんとか呼んでやってますね。そこにたまたまあの一緒の桜井さんがね、いいなぁ。そうや、だって普段さ、ずっといるじゃん、うん、小田さん外出るときは俺たち、あの日に限って内藤いなくて、じゃあ本当いなかったんだよ。そう、まあ、確かに来るっておっしゃってなかったからね。そしたらさ、来たとか言うしさ、そう、てか来たっていうか、抜かれたとか言うか、てか来たというか、いたいたんだ。俺と小田さんたちでブーって行って、うん、ちょっと6時くらいから予約したの、うん、6時20分くらいに着いて、うん、あ、やべ、早くやんねえと終わっちゃうって言ってわーって言ったら、なぜか桜井さんが、あの普通にあのこう、もうアップしててアップしてる桜井さんみたいよもう、お前、もうなんかちょっと、もうちょい仕事しないと会えないんじゃないかなって、ちょっとこういう、こういうなんかがある、俺の中ではそういうなんか何かがある。そういうなんかやっぱり、ね、働かざる者、桜井べからずみたいな。そうそう、べからず、桜井べが、桜井同士か。はい、すいません、お名前出しちゃった。すいませんでした。はい、そうね、好き。ライブには連れてってあげない、僕は行く。あの人、普通に自分でチケット行ってるから。行くからね。クソ、俺全然当たんねえよ。プラチナチケットだよ、畜生。ねで、次、無駄に東大卒。そうね、実はね、内藤東大なんですよ。そうなんですよ、無駄にね。そうだよ、お前全国のお前東大目指してる子たちが謝るのいや、俺ドラゴン桜呼んで東大に入りたいと思った講談者、講談者で、ブカブカの服を着たがる。あー、じゃあ、そうね、多分あなたすごいピチッとした服を着るじゃない、うん、おすぎは。そうだね、おすぎはね。俺結構ゆる系の。確かに。いや、だから俺さ、背が高くないから、ブカブカの服って本当に中学生みたいになっちゃうから、ちょっとキュッてしとかないと。お前カッパあるからね。まあそうね、いい、羨ましいよ。俺ブカブカだ、俺はそれこんな感じだし、うん、あと猫背だから、こんな感じ。猫背では、猫背だから、猫背ではある。だからね、もうね、ボキボキ。おしゃれなのと違う、実は内藤だよね、おしゃれなの。どっちだろう、スギちゃんの方が高い服着てますよ。え、そう、そうか、おすぎ、もう俺たちもお互いのことをおすぎナイキンって呼べなさすぎです。ダメですね、はい、ジープが自慢。あ、ジープ自慢だね、うん、うわ、まあ、感じ悪この年でジープ買っちゃうでしょ。いいでしょ、あの街じゃないや、さ、こうサファリーみたいな、うん、あるじゃん、いい、やってみたいじゃん。男の憧れだよね、そう、ジープやってみたかったんだよ。で、ぶつけたんだよね。ぶつけた。あの1ヶ月ぐらいでガーンってぶつけた、ね、あーってなって。そんなね、これが原作担当内藤だ。まあそうそう、これが宮担当杉田だ。おすぎと内勤。ちょっと面白いのが、小田さんおすぎと内勤って言ってるんだけど、もうすでに下では原作担当内藤だ。これが原作杉田だ。言うてるやん、うん、この名前を捨てました。安定せず。まあでも、こっから僕らはもう今年ね、まだ YouTube とか、まあ、YouTube ネームですね、Twitter とか、はい、やっていきますし、あの昨日からあの LINE の、 あの上のところが変わってますから。そうだそうだ、あ、 LINE じゃない、 Twitter のね、そう、あそことかアイコン変わって、あそこにも出てますから、うん、で僕この2人が あの中動かしてんぞと思ったら、ちょっと距離が違く感じたかな。むしろ普段応援してくださってる皆さんも、うん、こいつチャリをチャリチャリとか言うのとか、ケチンチンじゃねえよみたいになっちゃうかもね、うん、どうかな、分かんないけどね。でもまあね、ワンピースの方は本当みんないい人だから。まあまあ、少しは僕らも身近に感じてもらえてるんじゃないかな。そう、だから僕らがこう商品を持ってたら、ああ、おすぎ持っとるやんって言ってもらえればいいと思うんですよね、うん、最近ちょっと顔が割れ始めたからさ、イベント行くと本当に杉田さんとか内藤さんとか言われるじゃん。俺言われないですよ。内藤言われるの？俺言われる。え、本当に言われる。俺こんな特徴的な刈り上げしてて、なんかこうくるくるヘアなのに、なんか全然言われたいようで。まあね、そんな時はね、おすぎたんぞ、内勤さんって言ってもらえる。いや、もう何でもするよ、ね、いいかなと思いますね。はい、ワンピースの秘密とか言っちゃうよ。そうね、言わないけどね、ネタバレとかして言うか誰が言うか。いや、とりあえず、まあ、小田さんがあの本当僭越ながら書いてくれた、書いてくれたので、うん、まあ、これもだからね、でも俺たちのためじゃないと思う、ないと、これは。そう、俺たちのためというか、うん、このワンピースのこのアカウントを見てくれてる、うん、みんなさんのために、うん、あの、あまりにもね、不甲斐ない俺と内藤、そうね、こういう風に可愛がってやってくださいと。そうそう、あの、すいませんが、読者の皆さん、こういうやつらがやってるんですよ、こんな感じということだと思う。そう、いじっちゃっていいよって。そう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 、多分、ね、いじっちゃってください。俺と内藤多分ね、もうこれ編集部でも多分3年くらいいじられ続けるだろう、うん、もうフリー素材化してますから、これネットコンテンツの一部だということです、これが。怖い怖い感じか。はい、な感じで、はい、まあでも今年ね、あの2018年も、うん、
頑張っていろいろこの2人でお届けしていければなというふうに思いますので、はい、頑張っていこうと思って、頑張っていこうと思って、頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。